生本安常は日本の政治家、農家、岡山県赤岩郡熊山町議会議員、赤岩市議会議員を歴任。赤岩市議会議員3期目途中の2020年12月に辞職した。2005年3月7日、熊山町が赤岩郡山陽町、赤坂町、吉井町と合併し、赤岩市が発足。同年まで熊山町議会議員を務めており、 4月17日に行われた合併に伴う市議会議員選挙に立候補するも落選した。2009年3月29日に行われた赤岩市議会議員選挙に初当選。2013年3月24日に行われた赤岩市議会議員選挙で2回目の当選。2017年3月26日に行われた。 赤岩市議会議員選挙に最下位の得票数745票で3回目の当選。2020年1月、市役所の清掃を請け負う業者の職員に高圧的な言葉を浴びせ、同年9月、自身に対する議員辞職勧告決議案が提出され、可決された。同年11月には4日に大腸がん検診のため、赤岩市内の熊山保健福祉総合センターを、 訪問した際、女性受付職員に新型コロナウイルス対策のためのマスクの着用を要求されたことに、この若造が、などと激行し、自分の瓶の入った検体袋を近くの机に投げつけるなど、威圧的な言動を取ったとして、赤岩市から市議会に対応を求める申し立て書を提出された。27日には、市議会で行われた一般質問の中で、 ともみたけのり市長に対し、あんたと呼び、市長に注意を受けた。同年12月1日、市議会以上に、一心上の都合を理由に、議員辞職願いを提出し議長と自身を除く、全会一致で認められ、議員を辞職した。一連の行為は、全国的に報道され、ネット上では、クソ投げチンパンジーと呼ばれている。息子の生本大輔は、 トラック運転手をしていたが、2021年3月28日の赤岩市議会選挙に父の後継者として出馬。得票数489票で落選した。ありがとうございます。